中性膵炎か。これが原疾患とは考えにくいな。イエスドクター。膵炎は胃潰瘍と同様に原疾患に起因するものと思われます。一体何だ、何が原因でこんなことになってやがる。脳です、ドクター。分かってるさ。だが誰かに代わってほしいことばかりだぜ。あ、先生、僕の病気まだなんだかわからない？まあ、もう少しだ。うん、ちょっと痛いけど。そうか、偉いぞ。だが辛くなったらすぐに言うんだぞ。わかった、約束するよ。よし、診断を再開しよう。ここに、なるほど、これは退院多尿、細かいが十分大事なことだ。イエス、ドクター。それだけ。されていなかった異常値が多数出てきたぞ。原因は不明ですが、検査の信憑性はおよそ 97% です。ああ、分かってるさ。一度実質へ戻るぞ。当てはまらない症状がいくつかあるが、今のところ最も近いのは副甲状腺機能亢進症か。確定診断にはシンチグラフィーと X 線検査が必要です。うん、そうだ。イエス、ドクター。診察。指の骨が細くなってる。ドニー。Yes。副甲状腺機能亢進症の発症はま、しかし当てはまらない症状は一体。どういうことだ。ドクター、原疾患の確定まで。ああ、ごめんなさい。調子が狂うぜ。変だよね、
さっきは先生が入ってくるところ。落ち着け。焦る必要はない。いつもは見えるものが見えている。女子はどこが見えにくい？眼球か脳に何か障害がある。了解し、症状。それに落ち着け。焦る必要はない。腹痛は、これ以上負担はかけられない。 Yes。 ドクター。よし、考えろ。俺は死んだ。あ、下垂体が、下垂体腫瘍だ。Yes。症状が当てはまった。副甲状腺に加えて下垂体にも腫瘍。くそ、これは一体。ドクター、アーカイブに一件該当があります。な、俺し、クソくらえです。状況を考慮し、だがお前は最高だ。イエス、ドクター。ですがいい知らせではありません。どこだ。イエス、ドクター。ああ、ウェルマー症候群だと。バカだ。ノーです、ドクター。膵臓に腫瘍が見つかれば。ロニー、 CT 検査を手配しろ。ドクター。何度も言わせるな。俺は診断専門医だ。了解しました。
判断を誤った。決まりだな。ノニ。了解。9件の症例との一致を確認。そうかい。症状、膵臓の腫瘍 A を取得しました。診断を終了します。すぐに対処した方がいい。このまま病状が悪化すれば。くそ。ゲーム、大変だ。ジョシュアが急変した。ウェルマー症候群だ。おそらく敗血性ショックを起こしてる。対処は任せる。何言ってんだ。ジョシアはあんたの子だろ。早く行って、あの子に。俺が行って何か変わるのか。診断は終わってる。あとはそっちで何とかしてくれ。てめえは最低だ、バカ野郎。発言に虚偽があります、ドクター・カニンガム。何？発生の際声帯に緊張が認められます。先ほどの発言はドクターの本心ではありません。だからなんだ。全てお見通しだとでも言うつもりか。そんなに俺が悪いか。俺のせいだってのかよ。仕事して幸せにしてやることもできねえ。メスを握ってあいつを救ってやれるわけでもねえ。何にもねえんだよ。無駄だ、何もかも。クソくれ。なあロニー、俺は最低の父親だ。しないのですか。はあ、私はずっと疑問でした。人は必ず死を迎えます。無駄を排除するのであれば医療行為は無意味です。ですがドクター、ここを訪れる人々は皆笑顔で去っていきます。私は私の存在を一つでも多くの無駄な笑顔を作るためにあると認識しています。まいったぜ。お前の言う通りだ。情けねえ。だがおかげで目が覚めたぜ。ロニー、オペの準備だ。麻酔を手配しろ。処置室の状況を確認。イエス、ドクター。5分でオペに入れます。俺はジョシュアを死なせねえ。医者として父親としてもな。行くぞ。